裏っ側石見で店長も超怪しい。はい、今日はこちらビッグワン那覇店に来てます。今日はね、こちらの方で商品を置いてもらいたいということで、話があったので今日この方を、呼んでおります。どうぞ。はい、はい、おはようございました。沖縄侍の MG でございます。はい、MG さんです。有名な YouTuber ですよね、もう沖縄では。うん、大人気じゃないですか。いや、もう店長の方が有名じゃないですか。俺、TV とかにはコンプライアンスとか言われてね。もう唯一ビッグワンさんぐらいで、こんな話聞いてくれたの。素晴らしい話を今日持ってきたって。そう、ね、そうなんですよね。そうなんですよ。唯一聞いてくれたビッグワンの西峰店長だから、これですよ。これを置いていただきたいということです。うん、ですよね。はい、そうです。その話を前に伺ったんですけども、うん、あ、どうぞ、はいはい、番内好きなところに置いてくださいっていうわけにもいかないんですよ。あ、まあ、実は、はい、そりゃそうですよ。ですよね。それはそうです。でもせっかく来てるから何かやりたいなっていう気持ちがあったんですよ。じゃあ一緒に。お前、可能性はゼロじゃないですよね。そうそう、全然ゼロじゃない。いやごめんなさい。すごいよ。じゃあどうやったら置いてくれるんですか。やっぱりこういうふうにほら YouTuber として、はい、僕もまあやってますやってますから、うん、やっぱそこでさ、はい、ちょっと対決してみたいなと思って。俺が？そう、店長と MG さんと店長でやっていいの？死んだらどうすんの？いやそれ僕のセルフ。やっぱいろんなことやってるじゃないですか、うん、僕よりいろんなことやってるから。ああ、うん、それちょっと勉強も含めてさ。だけど対決って言っても、うん、本気ボードだよ。で、対決をして一応ね、うん、3回戦おうか。3本勝負なんだけど、その中で、はい、2本を勝ったらこの商品を、もう MG さんがよ、勝ったらこの商品をビッグワンで置きましょう。3本中全点で2本勝てば、そう、全点離島も、そう全部置きましょう。でも言うは勝てばいいんですよね。勝てばいいんです。あ、分かりました。お願いしますよ。ぜひやる。いいの？おう、この対決の内容はもう考えられてるんですか？もうじゃあ、ね、あ、なんとか関係、ほら応援してるから、みんな応援してるから、俺応援してるから。いや、もう本当に髪の毛の薄さとか負けますよ。大丈夫ですか？これは言わないでください。あ、すみません。すごいでしょ。ビシキマもいいっすね。ビシキマっていうのはもうこのなんか戦い前なんで、ビシッと決めてやるという意味なんでね。あ、なるほど。なんでビシキマイおイエーイみたいな。ビシキマイちょっと違いますね。すごいでしょ。行きましょう。じゃあ行きましょう、店長。はい、楽しくなってきたよ。ね、じゃあやりましょう。オッケー、レッツゴーじゃあ勝負しましょうか。はい、頑張るぜ。わかりました。いや、いいでしょ。あれ違うかな。違うよ。あれ絶対じゃないよ。俺アイビランド。チミネさん、俺アイビラン。俺やらんな。俺老人ホームシー地下投資やらんど。俺アイビランド。わかった。はいはい、ワンちゃん。あれ違うか。ワンちゃんでいいの？ワンちゃんの？ワンちゃんの？
ぐるみ違うな、なあまあまあまあ24秒、合ってる、あーよかった、こういう優しすぎでしょ、優しすぎだな。じゃあちょっと見ていい、まあまあ序章、最初は1本目は取ったということで、はい、皆さん拍手お願いします。はい、パラパラの拍手ありがとうございます。すごくないでしょ。目隠ししてます、MD さん似合ってる。ヘイヤーヘイヤー勝ったって音聞こえたよ。出た出た、スタート。扉、あ、扉扉だよ、これえ俺、カメラや扉、扉、扉じゃねえば合ってます、当たってます、当たり、はい、おい、ハンタンだあんなの、お前、なんともないよ、俺すごいから、だいたい入れそうなの、お前リストして帰ってきてるんだから。まあ、じゃあ、今、一勝、あ、一勝、そうそう、あ、俺一勝、あ、早いから、あ、そうなのそうか、時間があるんだよな。昔アラブのテラキお坊さんと全部一緒、はい、すごい良い本名だな、はい、カメラが多いからどこのどこに目線を送っていいか分からん。めっちゃめちゃ近いだよめ、人のカメラに目線を送ってるだろ俺。なんか俺負けそう、俺勝ちに行くなんだろ、このゲームは。はい、多分負けると思う。負けんよ。じゃあ、第2回目は、沖縄サムレイチームが持ってきたのは、はい、何持ってきたの。見たことあるやつ、この袋。ドンキー製品、よろしくね。ビッグワンにないから、これドンキーだよ、ドンキー。ね、ドンキーとビッグワンと 3A は行くから。全部いいっすね。これ店長。ところでこれは何？これ一回やってみたかったんですよ。あ、やったことないの？ないないない。これ YouTube で見て、結構顔とかが面白かったんで、これがいいかな。なるほど。商品名。あ、ストッキングつらひき。そう。あー、なるほど。紹介しましたけどね。うん、あ、お互いストッキングをかぶって、これ両端かぶれるようになってんの？そうそうそう。両方かぶって結ばれてるんですよ。結ばれてて、うん、でそれを交互に引っ張り合う。引っ張って。この白線つらひきと一緒。祭りでできないから祭りで今日やろうよ。ね、だからこの白い白線からこうあれで勝敗決まるでしょ。ああ引っ張られていって、引っ張り合って、うん、そうそうそう、はい、ね、オッケー、じゃあやりましょう、はい、よし、ストッキング綱引き、よっしゃ、開始です、よっしゃ、誰安いでしょ、安いって言ったよね、ビスケマ、店長、俺走るから首の骨折れるかもしれない、走らんでくれ、よーい、スタート、はい。これがサムライジェイ負けた勝った、2勝、2勝しました、嬉しい嬉しい、え2勝したって商品置けるの、はい、皆さん、本日より、このですね、サンゴは、ただいま自粛とかそういうのでお守り買いました、お守りお守り買ってないよね、こういうのができないでしょ、これ見てよ、これほらこれサンゴアだから、早い、ね、早い、宣伝するの早い、このご時世、景気のご時世に、はい、これもちゃんとこれ作ったんだよ、これ
素晴らしい。すごいでした。今来た。母ちゃんがいいねって。こんな商品をめ。ちょっと待ってください。お、ちょっと待ってください。はい、誰かおめえは。お願いします。今話しちゃったのかよ。お願いします。お願いします。おお、ダメ。ダメ。お願いします。ダメ。お願いします。もう決まったからダメ。引けないんです。まあ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 。まあまあ。まあまあまあ、うちのほら、弟子なんですよ。実はだからそのタケちゃんからもお願いで、もう一勝負、お願いします。お願いします。そこまで言うならしょうかね、やろう。よし、タケちゃん、よし、ありがとうございます。よしよし、オッケー。もう、勝っても以上考えてよ。また勝ったんかともらえると。石峰店長の裏側。じゃあ、なに、タケちゃん、もう一回。なんだったロシアンたこ焼きで、勝った方が、うん、3ポイント。3ポイント。なんで、この勝負で勝った方が、うん、実質勝ちってことで。あ、今の2回はどうでもいいんだけど。すぐ逆転か。どうしてもお願いします。あ、いいよ、いいよ。まあ、タケちゃんがそこまで言うならやる。店長の顔があることだし。もう、うん、ロシアンタコ焼きね。これは辛いのとか入ってんの？12個中、2個。2個辛いのがやってる。で、MG さんも持ってる誰か出してみたい。あ、いいよ。あ。じゃあ2対2で食べるってことね。辛いのに当たった人が負け。オッケーオッケー。じゃあやりましょう。別に辛いの食べててもバレなければいいんだよ。そうっすね、バレなければいいっす。まあまあ今言う。そうっす。オッケー。はい。めちゃ辛いよ。めちゃ辛いらしい。やられたからね、俺何回も。大丈夫大丈夫。今日で分かったよ、店長の優しさが。優しいでしょ。優しいでしょ。すごいでしょ。すごいですね。すごいでしょ。よかったらいいねボタンとコメント、チャンネル登録もよろしくね。